フレンさんこんにちは、アカンです。ということで今日はですね、この強い派が新規転生来たっていうことで、この子の性能紹介っていうのをしていきたいなと思います。まずまあこの子をリーダーにするとですね、試合開始時にワンポイントガンコートを大雨にすることができるんですけども、まあこの状態中はですね、相手が感電にかかってたら必中ダメージ付与とか、感電レベルプラス2、さらには受けるスローレベルがプラス1、燃焼無効、熱火のダメージ効果無効、ここだけでもめちゃめちゃいろんな能力あるかなと思うんやけど、それだけではなくてまだまだあってですね、この大雨の時に移動速度がプラス 10%、 スイングエリアがプラス 15%、 さらに3秒後スタミナ15を回復とか、あとは大雨時に自分が出場したポイントの合計に応じてですね、効果付与っていうことで、1ポイントだと急速アップ、2ポイントだと一部状態異常無効、3ポイントだとスピードがプラス 50%、 4ポイントだと急速さらにアップとかね。あとはですね、この子にね、あのこのポセイドンっていうね、新しいシーズン性のラケットを持たせることによってさらに強くすることができるんですけども、オートスキル22、大雨時に移動速度プラス 5%、 スインゲリアプラス 10% で、4打球で GS1 回復ってのがあって、しかもその GS のね、起動がですね、神速三股ショットなんで結構得点力があるっていう感じになってるので、初手からなかなか強いものになってるんじゃないかなと思います。でこの子がテクニカルチャージショットを打つことができるんで、まあテクニカル結構早めなドロップとかスライス打つことができるんやけども、そのドロップとこのねポセイドンの軌道を組み合わせてあげると結構得点力生んでいけるんじゃないかなと思います。で相手コートに雨の空中型ギミックを発生させることができるんですけども、それに相手が当たるとですね、30秒間マーカーを付与されることになります。でこのマーカーの数でですね、 SS 増加量ダウンの効果がアップしたりとか、あとマーカーが3個の時に20秒間地縛りとカウンター封印と SS 封印とスタミナを除くパラメーターマイナス 30% 付与なんで、このカウンター封印が特にね、いおりを意識してる性能になっているんじゃないかなと思います。でこの子が SS を打った時にもいおりを、ね、対策するような性能があってですね、この状態中はギミック強化&一部を除く受ける打球ダメージの最大値が40になるので、まあ、いおりにすごい体力がかかされるっていう心配もないっていうのは結構いい点なんじゃないかなと思います。でちょっと飛ばしてしまったんですけども、 SS 打った時にスタミナ200回復、さらに2ポイント間大雨になることができるんで、さっき言ってた大雨の効果が全てまたあの追加されるっていう感じにもなっていて、で3秒ごとにスタミナ30回復とか移動速度プラス 15% とか、まあいろいろあると。でもちろんこの子新規転生のキャラなんでね、転生どれか選ぶことになると思うんですけども、この中で一番おすすめなのはこの SS ドライバーとなっております。なんせこの子がテクニカルチャージ打つことができるんで、スライスドロップが封印されると結構嫌なんですよ。でシルビアラケット持たせるよりもこのポセイドン持たせた方が強いと思うんで、スタミナ緑色の時に休止と SS 封印無効をつけることができるんで、こちらをつけていただけたらなと思います。これはまあソウルボードからですね、この SS ドライバーのとこ行って習得するってやって 1,2,3,4 ってやってね、まあ、解放してあげると使うことができるんで、104レベルにするか、もうちょいステータスを上げたいのであればここでですね107レベルとかにしていただけると戦いやすくなるんじゃないかなと思います。でこの子転生スタイル解放するとですね、 SS が氷塊化ストームショットになるんで、それも結構強い点なんじゃないかなと思います。ということで今からこの強い派を使っていきたいなと思います。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。まずですね、イオリに勝てるかどうかっていうのを試すべくですね、初めちょっとイオリに来てもらおうかなと思っているんですけども、まずチャージどんな感じか、やっぱスインギレ狭まるよね。でまあこんな感じのチャージだと、で特殊チャージになると、まあ、スインギレが狭まらなくなるっていうのと、あとはですね、これ強いね。普通に大雨状態中はこんなことできるっていうのも、まあこの子をリーダーにするメリットとなっております。でさっき言いそびれたんですけども、この子が特殊状態になったらね、スインギレは狭まらなくなるだけじゃなくて、あの強い感じの軌道にもなるんで、それはちょっとね注目して見ていただけたらなと思います。ただ体力ちょっと枯れがちやね。受ける最大値が40というゆえ、元のちょっとスタミナ値が低いんで、できるのであればあれはしていきたいところではあるよね。名前忘れた、あの4凸と、あとまあ107レベルにするとか、あとそれでも無理やったらダメージカットの靴履かすなりなんなりしていこうかなとは思っているんですけども、まあ相手にカウンター封印が食らったんで、まああのこれでイオリは完全に対策できるし、しかもツルツルも結構うざいしみたいなことかな。わおそれは何、俺ジャスト打ったんかな、それともなんかドロップカウンターあったっけ、忘れたけど、とりあえずまあイオリには絶対勝てそうですね。これは結構早かったね、イオリの寿命で。こういう感じの特殊チャージできると忘れてた SS 全然そのなんか前の方に跳ねることを忘れてたね。さあ果たしてそのシャルロットに勝てるのかっていうのを試していきたいなと思っているんですけども、いやこれどうするん、こういう時にこのラケット、あれ、あそうか、大雨状態中終わってんのか、これ2ポイント間経ってしまったらあれやけども、いやスインギリア狭くね、なんか知らんけど、あれなんかスピンの方がエリア広いとかあるんそんなキャラおるん、マジで言ってる。いやーちょっと待って、それやばいな、ちょっとエリア狭いの、なんでスライスの方が狭いんやろ。特殊チャージ系のキャラはみんなそうなんかな。え、これすごい使いにくいな。これエリアめっちゃ広がる靴にしてるし、しかもなんかまあ大雨状態中はなんかエリア広がるとかそんなんやのに、このエリアってやばくない？これエリア広がんかったらもっと狭まるってこと？
あ、俺靴あれやな。エリア広げる靴履かしてないな。てっきりあのエリア広がる系の靴履かしてると思ったら、なんかモチーフ靴をちょっと履かしてたから今エリア狭いけど、まあ、ちゃんとしたやつにすれば、まあ、多分広がるとは思います。いやミスってるな。ちゃんとした靴に履かしてきますね。だから体力枯れやすかったんかな。じゃやばいやばいやばい、これ多分ね1レベルなんよ、交換したばっかりやったから。ちょっと待って、ちょっと靴変えてくるわ。はい、というわけで2戦目やっていきたいなと思います。やっぱ靴違うかったらこんな違うな。だからみんな絶対靴厳選してくださいね。ただまあテクチャをするとこんなキスババあるんですよ、やばいよね。でまあ特殊状態になったらなんかスピンの方がねエリアが広かったわ。靴があかんかったのか普通にそういう性能なのかわからないけれども、やっぱこれ初手からこのねサテライト系の打てるのは強いですね。相手前に来づらいですからね。なるほど、よし、というわけでやっていきましょうか。ただやっぱ体力枯れやすいのに変わりはないね。で俺が今これ履かしてる靴は初期穴瀬靴で、テクニックタイプのスインゲリアがプラス 10% で、かつまあスロットスキルとかはエリアがすごい広がるものをつけております。スインゲリアプラス 7% と 2% かな。やっぱ体力なさすぎ。絶対4凸と107レベルにするべきですね。いやーどうする、いけ。 SS 出た、体力200回復しました。やっぱスインゲリアそんな広くないな。やっぱスピンの方が広いじゃん。なんこれ、靴の厳選する必要あるんこれみたいな感じや。ここまで体力枯れるんやったらダメージカットを吐かしてもいいのかもしれないね。でこれドロップ打ってからの、あ、ちょっと待って、これタイミングがちょっとあんま良くなかったんやけど、ドロップと、まあちょ、レフコスは無理やわ。このドロップとそのなんかサテライト軌道で攻めていくっていうのがまあオーソドックスな戦い方になるんじゃないかなと思います。結構良さげやね。ドーンで、これ4打球したらまた回復するから、もう結構バンバン使っちゃっていいと思いますよ。ただちょっとやっぱシャルのこのオンザがえぐいな。やっぱシャル強いんだよな。シャルって結局さ、誰で戦ったらいい、ラインズマンミューエで頑張るとか、あと誰がおるんよ。はい、ドロップドーン。いやこれ普通に強い、これ普通に強いけど体力ほんまないな。まあ一応このなんかシャルって炎熱っていうので燃焼無効では防げない体力継続ダメージみたいなやつがあったりするんで、まあそれで体力削ってる部分があるとはゆえ、ちょっとさすがに借りすぎじゃないか。あ、やべ、やばいって。ちょっとダメージカットとかの方ちょっと今から積んでいこうかなと思います。普通にねこの子自体は全然強いと思うんやけど、あのシャルが強すぎる事件やと思いますわこれ。はい、というわけで今度こそですね、相手に体力を枯らされないように4凸と107レベルにしたのと、靴も2分の1の確率で受けるダメージマイナス75を積むというね、もう完全に体力を枯らされないように固めてきました。まあ、普通にね、まあ、これエレナー靴なんですけど、スイングリアもう結構広かったりはするんで、まあ、そんなに問題ないかな。このダメージカット靴にしてもよいしょ、まあ、もこれでも枯れるんやったら、まあ、グラス属性のまあ体力が枯れないみたいな感じの靴が多分あったと思うんで、それを履かして、まあ、スロットスキルもそういうのにね変えたら方がいいかもしれないんですけど、さすがにこれで枯れることはないと思うんで、これで戦っていきたいなと思います。でまあこのシャルはですね、雪コード適性持ってるんでツルツルしてないんですけど、持ってなかったらツルツルするんで、そこも結構戦いにくい点ではあるんじゃないかなとは思います。相手 SS から取れました。やっぱ体力枯れないって重要ですね。絶対あの4凸と107レベルはした方がいいと思いますよ。よいしょ、これでこうサテライトどんどん。あ、体力枯れてんな。これシャルがエグいんか。これジャスト確定も あるし炎熱もあるってのは結構エグいところなんかな。ちょ、これいいんちゃう。はい、ナイス、いいね。やっぱこのテクチャまで持っていかれへんな。このジャスト確定やったら球速いからね。ただこの子は結構頑張っていけると信じてるよ。よいしょ、これしてラッキー、ナイス、いいですね。やっぱさすがに最近ドリンク率が悪くて体力がカレッカレになってただけかね。いけ、あ、くそ、いや思ったよりチャージせなあかんな。うわ、これはラッキーやね。思ったよりチャージせなあかんから、やっぱ球速い系に対しては厳しいかもしれない。こうレシーブの時にチャージしきれんって結構やばくない？これはどうしたらいいのかな。結構まぐれで点入ってる感じやんね、さっきから。ほんで大雨状態も2ポイント経過してしまったんでないんで、今はこのラケットを使ってね、得点することができないけども、まあ、このねマーカーみたいな3つかけたらね、相手なんかいろんな悪いことがあったと思うんで、それでちょっと頑張って戦っていきたいとは思っているんやけども、むずいな。さすがにちょっと SS 通ってないんできつい。やばい、これやばい、そっち、あ、取れてる、ラッキー。はいはい、でこれでこう返すといいね。いや、相手がスマッシュの時はやっぱ時間があるからチャージすることができると、シャルに勝てるかどうかわからんけど普通に強いと思います。